セイドンとの戦いが終わり、平和が訪れたかと思われた地上世界。だが、新たな、そして真の危機が訪れようとしていた。ついにこの時が来たか。243年間、わしはこの五郎法の大滝の前に座したまま、一歩も動かず監視し続けた。それも、もう終わりのようじゃ。ここから西へ千キロの彼方の秘境、そこには全聖戦においてアテナが邪悪を封じ込めた巨塔がそびえ立っている。だがそのアテナの封印ももはや効力を失う時が来たのじゃ。今こそその封印は解ける。そして冥王ハーデス率いる108の魔聖が闇の底からよみがえる。この地上を暗闇と恐怖によって支配するために。だがアテナを守るセイントがいる限り、ハーデスたちの思い通りには決してさせん。新たなる聖戦が今再び始まるのじゃ。